いつもと違う、ちょっとアグレッシブに前からインテンシティを持って守備をしてくるんじゃないだろうかと予想をしてました。一気に長いボールで田川が裏を取りました。決定機、いきなり先制、ネットを揺らしました。ホーム東京先制、田川です。チームともちょっと様子を見ながらという立ち上がりがあると思いますけれども、この田川のですね、出ていくタイミングも良かったですし、ちょっと裏にしてみるとですね、センターバックの岩波が頭を越されて、そこに対してちょっと酒井が準備ができてなかった、そこのところですね、しっかり田川がですね、いいタイミングで抜け出してオフサイドギリギリからですね、酒井の前に入って、まあ、コントロールも悪くなかったですよね。で、利き足の左でシュートが打てるぐらいですね、余裕を持ってシュートが打てたこと、これがやっぱりいい結果につながったと思いますね。最高の立ち上がりじゃないですかね、FC東京にしてみるとね、はい、サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。